こんにちは、アイラです。今回はゴーレムトランプを作りたいと思います。まずはそれでは作っていきます。このゾンビちゃんたちと同じ向きにゴーレムを作りたいので、これの裏向きにチェストが来るように置きます。チェストを置いて、そしたらチェストに向かってホッパーをつけます。9個つけます。で、あとはこっち向きに、そしたらチェストの上はガラスです。で、今回は裏側から全部ガラスにしたいので、裏側だけ、その周りを好きなブロックで囲みます。ホッパーを囲むようにブロックを置きます。で、これを作りたい高さまで伸ばします。金のリンゴと弱体化のスプラッシュポーションを使って、村人ゾンビをこれで治療して村人を増やしたいと思います。夜になったので村人ゾンビを探したいと思います。安心飲みます。おお、めっちゃ明るい。いたいた、湧いてくれたので、この2人を連れて行きたい。こっちおいで。よし、で自分だけ出る。よし、そしたらもう投げちゃいます、スプラッシュを。えい。で、金のリンゴをあげる。はい、実績解除した。すごい、できた。武器家じさんだと師匠。そしたら師匠さんたちの場所を作ります。ここから床にしたい部分、師匠じゃないや、村人さんたちの居場所を作ります。13×13 です。そしたら村人さんたちが落ちないようにお部屋にしていきます。高さ3マスです。ゴーレムがここに落ちてくるので、ここは壁です。行ってる行ってる、キランってなったね今。待って、ちょっと待って、ちょっと待って、やばい、湧き潰ししてないんじゃない？湧き潰ししないと、あ、寝てる寝てる、よかった、なんとか無事でした、よかった。そうしたらここはもう塞いじゃいます。いらない野菜をあげて、ベッドを柱に向かって、中央の柱に枕が来るように並べます。ここずつ野菜をあげたので、どんどん繁殖してくれるから、その間に職業ブロックを何でもいいので置きます。全部で20個、1,2,3,4,5って置こうかな。で、ここゴーレムが湧いちゃうかもしれないので、草ブロックとかガラスを置いて湧き潰しをします。この1マスには湧けないので、幅が2マスないといけないから、ここは大丈夫。サバンナの村人がめっちゃ生まれてる。もう5人もいる。で、ベッドの数しか生まれないので、ほったらかしで大丈夫です。ここはここで終わりです。よし、そしたら上の層に行きます。
上は、1,2,3 マス開けて、ここが壁。あ、やばい、猫ちゃんが。そうだ、猫をね、あっちにね、置いてるんだよ。あなたそこに生まれたの？ちょっと待って。ちょっと待って、上に生まれて、ちょっと待って。やばい。想定外。猫をまず増やそう。そんなすぐ猫生まれるんだ。で、繁殖させて、この辺に座らせとこっかな。はい。コロ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 、どこ行く？近くにいなさい。上に湧いたの、どうしよう。上に、あ、落ちちゃった。猫って落ちても死なないんだっけ？あ、いっか、これで。そしたらゲートを置いていきます。下に置いて仮ブロック、その上にゲートを置いて、しゃがんでゲートにゲートをくっつける感じで、でしゃがむのやめて開けます。この仮ブロックを壊して、あれ、壊せない、よし。この隅から水を四隅に流します。はい、こんな感じです。上の部分完成。ここにゴーレムが湧いちゃうので、草ブロックをとりあえず湧きそうなところを全部草にしちゃう。で、湧いてきたゴーレムがここに落ちるので、処理するためにマグマを流します。ホッパーの1個開けて、もう1個上、9枚看板をつけて、9枚つけたらこんな感じです。そしたらこの9枚の真ん中に向かってマグマを流します。そしたらこんな感じで広がります。これで完成。で、顔の大きさなんだけど、ちっちゃいよね、あまりにも。あ、ゴーレム湧いてる。ゴーレムが、ちょ、ここに湧かれると困る。そう、下に落ちてください。湧いてる。もう大人になったのかな？大人にならないと湧かないから、もう大人になったんだね。すごい。早い。取れてる。すごい。めっちゃ取れてる。成功。あ、ほらほら落ちてきてる。あ、めっちゃ湧くじゃん。すごい。もうこんなに。こんな感じにしてみます。体左側だけね、草がツタが生えてる感じで、で右左肩かなにツタが生えてて、であと横から見た時の横にもツタが生えてる。ツタって言わないのかな。こんな感じ。はい、こんな感じになりました。めっちゃ可愛くなっちゃった。鼻が突き出てて、で頭の一番上が白いから骨ブロックにして、もう一段いるかな。赤ちゃんゴーレムみたいで可愛くない？めっちゃ可愛い。見てみたいと思います。じゃーん、すごい、めっちゃいっぱい。すごいね、こんなにうまくいくと思わなかった。はい、こんな感じでゴーレム型ゴーレムトラップ完成です。はい、ということで今回はゴーレム型ゴーレムトラップでした。またねー。